どうもお疲れ様です。 FX オリギャラヒの皆様、そして速稼塾限定動画をご覧の皆様、8月になりましたね、虫の声がね、私のこの録画する音声の裏にも入ってると思いますけども、まあこうやってね、私の相場解説を見ていると、夏の時期だけはこうやって分かりやすいんですよ。庭で一生懸命セミが鳴いてますからね。はい、で月が変わりましたので、月足の方から見ていくことになります。1ヶ月に1回月足を見る、毎週週足を見る、毎日日足を見る、そして4時間ごとに4時間軸を見て、できれば1時間ごとに1時間軸を見るって感じです。1時間ごとに1時間軸を見る方っていうのは、いわゆる張り付いてる状態ってことになりますので、やっぱりね、クイックレスポンス、即時反応ができて、利益も取りやすいですし、損失も最小限することができます。ですので、専業になった方っていうのはね、1時間軸を見るためにも、パソコンの前にね、じっと座っていて、まあ例えばね、映画を見ながらトレードをするとかね、日常生活を送りながらトレードするみたいな形になるかと思います。まあ多くの方はそんなことがなかなかできませんので、副業ってことになります。ですので、仕事をしながら、たまにね、4時間軸に合わせて、1時間軸を見ていくってことになると思います。まあつまりは3、4時間に1回、チャートの方を見に来てくださいってことになります。その中でも1ヶ月の切り替わりの時には必ずね、月足は見てくださいね。それは時間が取れると思いますので、1ヶ月に1回は月足をって感じでございます。それでは月足の評価をしていきます。ここのところ上昇トレンドがこういう風に出来上がってますよね。それで先月は陰線だったわけなんですけども、下髭を大きく出したでしょ。だから下に行く力ってのはそんなに強くないってことなんですよ。掃除で見ると下髭が結構目立つような、そんなここ半年になっていきますんで、上昇はまだ続く。つまり円安の方向にまだまだ行くってことなんですよ。前回145円で介入の示唆がありました。そして実際に介入があったのは152円直前のところでしたよね。これが1年ほど前になります。ということを考えると、もうすでにこの介入があるかないかっていうところのね、危険水域が145円から151円の間で見ることができますし、今その直前になってるんじゃないかなってことです。先週の動きを見てますとね、やっぱりね、あと本当に2円ぐらいで介入の領域に入っちゃいますんで、今月中にその145円に、まあ、入るようでしたら介入を意識しないといけないなっていうふうに見ていくことができます。はい、月足を見ただけでここまでねお話しできると、まあまあ FX の方に慣れてきたんじゃないかなってことです。いかがでしたか。まあ、少なくともお話を聞いていて、去年のことを思い出しながら理解はできたんじゃないかなと思います。はい、じゃあ次は週足を、週足ですね、週足を見ていきましょう。はい、週足を見ていますと、注目する点っていうのは、こうやって下がってきたところ、W は右辺が強いっていうのがね、現実化したよねってことです。で、そっから別の上昇トレンドが発生した後、下落の方向に入ってきて、今落ち着いてるってことです。で、週足でのヘッド&ショルダーはとりあえずなかったみたいなんですけども、ここはもう完全にね、上昇を思い出したような形になってますので、まだまだ上に行く圧力が、円安圧力っていうのがあると思います。それが145円まで続くんじゃないかなってことなんで、現在の価格142円、273ぐらいですよね。だからまだね、3円ぐらいは円安の方向に向かっていくこと、この圧力が強いと思ってよろしいかと思います。ずっとこういうふうに上の方に向かってるでしょ。145円までこれは続くと思ってください。145円からね、警戒が出てきますからね。で、これが日足です。日足で思うのは、前回のブレイクポイントを抜けたよねってとこなんですよ。通常3バガラスとか4バガラスが出て、まだまだ下の方に向かうんじゃないかなって思うところですが、4つ目のこのカラスがですね、下髭と上髭を大きく出している、いわゆるこの迷いのサイン、迷いのローソク足になりました。この形ね。上髭と実体と下髭が大体同じぐらいの均等な割合で出てきている。つまり上に行くのか下に行くのか迷っている状態ですよ。で、次のローソク足は下髭を大きく出した陽線ということで、迷いなく上に向かったよねってことです。その威力を買って昨日も陽線で完了したと。昨日私はレンジになるかと思ったんですけども、それはこの天井があるからなんですよね。だからここで押さえつけられてレンジになるんではなかろうかと思ったんですけども、途中で私はトレンドってものをね、方針変更してバイの方に、エントリーし直しました。そうすると結果的に、利益が取れたよってことで、1日振り返ってみると昨日は陽線の強い1日だったよってことが伺えます。ということでね、今日はどうなるかっていうと、今日もそのまんまの威力を買ってですね、しかも今ブレイクポイント抜けてるわけですから、これは迷いなく今日1日は
上昇圧力が効いてると思っていいと思いますね。はい、この決断は、そこそこ自信がありますね。昨日以上に自信があります。まあ、自信と結果ってのが一致しないことはありますけども、とりあえず今日は陽線を中心に攻めていこうかなっていうのが、私のここまでの見解です。じゃあ4時間を見て、さらに細かくしていきましょう。1日あたりが陽線であっても、4時間ごとでは陰線ってことはありますんでね。だから4時間も1時間も見ていかなくちゃいけないってことになります。もちろん、丸1日、20時間レベルで、なんですか、ポジション維持できる方ってのは、なかなかね、負けが少ないと思いますけども、いや、そんなことはなかなかできませんので、ね、しかも、今日も21時から22時ぐらいにアメリカから大きな材料入りますんで、だからポジションを持てるのは、まあ、おおむね20時ぐらいまでかなっていうところでございます。はい、4時間単位で見ると、まあ、確かに上昇の方向には進んでいる強い勢いが感じられますけども、反面、上髭を出してね、4時間単位で思えるのは、上の勢いが一旦落ち着いたかなってことなんですよ。まあ、ですんで、この辺を1時間で検証していこうっていうところですね。さあ、最後に1時間を見ていきますよ。1時間軸を見ると、まずは、ブレイクポイントの方はもうすでに抜けてしまってるんで、この N 字ってのがね、昨日私が不安に思いながらも、この N 字ってのは上昇取れるんじゃないかなと思ったのが、今となっては肯定されてるってことになります。そして今ね、横ばい状態に入ってるところですから、まさに今、レンジを意識する、そんな場面だと思います。ということで、今日の午前中は、レンジがどのように作られているかってことを見て、そしてこのレンジがブレイクに向かったら当然、上の方向になると思いますけども、ブレイクアウトを考えていく。まあ、そのためのね、ここからの数時間を使っていきたいと思います。最大で、正午あたりまで今日の様子を見るために使って、あとはね、思い切って利益を取るためのエントリーを考えていく。そんな戦略でございます。で、午前中の次ね、今6時半ぐらいですから、今度ね、3時間後ですよ。だから9時とか10時に1回見て、それでエントリーが決まるようだったらエントリーしていこうと思います。その際はまた動画の方をね、流させてもらいますんで、お楽しみに。遅くても12時までには、今日の行動の決断しますんでね、エントリーの方に積極的に向かっていきましょう。それでは。